こんにちは、吉本の笑い芸人です。失礼します。おはようございます。おはようございます。あれ 何そのカメラ、ちょっと記録用で。記録用撮らせていただきます。おえ、何の記録用？なんか今、うん、パラダイスさんにお昼のトーク番組の話が来てまして、うん、トーク番組、はい、お昼の、お昼の、でそこで話せるなんかトークの内容とかないかなと思って、うん、あ、お昼な、はい、家族の話とかでいいんじゃん。あ、いいですね。嫁さんの話とか。はい。うん。まあ、ハートフルな話の方がいいと思うから。そうですね。うん、あれやねんけど、なんかその、一回ね、なんかその、まあ、嫁さんと、はい、まあ、夜の営みみたいなことをしてたんよ。はい。じゃあさ、あれ？今までそんな技、使ってきたことないやん、みたいな技を3つやってきたんだよ。はい。で、え、いや、ないけどなと思って、ちょっとやっぱそうなったらさ、ちょっと浮気疑うやん、はい、やっぱり、はい、でもそれ言えへんかったのね、はい、でもあまりはそれが1日経って2日経って3日経つごとにどん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 モヤモヤしてきて、はい、いや、ちょっとこれ言わな、解消できへんわと思ったから、ちょっと梅さんに、いや、この前さ、今までそのしたことのない、なんか超絶テクみたいなやつ3つしてきたやんみたいな、はい、うん、もしかして浮気してないとまでは言ってないけど、はい、してきたやんみたいな感じで疑ったのよ、はい、じゃあそのリアクションが浮気とかしてたらえとかなると思ってたんやけど、はい、意外となんかフフフフフフフみたいな、はい、あれなんか思ってたリアクションと違うってなって、はい、なんかバレましたみたいな顔してるから、はい、え、なんであんな3つも超絶テクニックやってきたみたいな、はい、言ったら、いや、実はそのあんたが寝てる前に携帯を見たと、はい、でその携帯 そのネット履歴を見たら、はい、あなたがいつも見てるエッチな動画があるでしょうと、はい、うん、でそれがなんか5個ぐらいあったと、はい、うん、連続で見てるやつが、はい、まあ、5分ぐらいのやつを5個ぐらい見とってんのな、はい、それのうちの1個目と3つ目と4つ目の技やったんやで、はい、みたいな、はい、言われて、ああ確かにあったわ、そういえば、ただなと、その5個あるうちの1個目と3つ目と4つ目は意味ないぞと、はい、って言ったら、え、どういうことってなったから、いや、この 1,2,3,4 を見て良くなかったから最後の5でたどり着いとんねんと、はいはいはい、だから5の技やってこいって言って、はい、二人で、恥ずかしく微笑んだっていう話だ、ね、ハートフルですね。ハートフルやろ、はい、うん、ほかーなー、ありますかかな、まあ、決まって、これも嫁さんの話やねんけど、まあ、家族の話がやっぱいいかなと思って、はい、一時期、そのまだ子供が小さい頃に、はい、奥さんのストレスやっぱ子育て大変やからさ、はい、ストレスパンパンに溜まるから、はい、好きな、もう一日僕が面倒見たるから飲みに行ってきっていう日にちを作ったのよ、はい、奥さんのために、はい、じゃあ奥さんは、いや、でもその大阪から東京に越してきたばっかりで周りに友達もおらへん し、 その遊びに行くってなっても友達おらへんから、はい、
もう別にええわみたいな感じやった、はい、でもそのままじゃストレスどん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 溜まっていくから、はい、いやそれやったら近くのバーにでもいいから、はい、飲みに行ったらいいねんと、はい、最初はしんどいけど何回か飲んでるうちに友達もできてコミュニティもできるからどんどん楽しくなっていくよっつって無理やりこう家出したんだよ、はい、で最初は夜の8時ぐらいから行って 1,2 時間で帰ってくるみたいな、はい、で戻ってきてどうやったみたいな、うん、まあ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 楽しかったけど、まあありがとうねストレス発散にはなったわみたいな、はい、っていうので週に1回ぐらいその奥さんのために時間作って、はい、あの行っておいで行っておいでってやってたの、はい、で最初は1時間2時間ぐらいで帰ってきてたんが、はい、こう多分友達もでき出してコミュニティが増えだしてどん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 そのもう週1じゃなくて週 2,3 ぐらい次はいつ空いてる次はいつ空いてるってことを求め出したよね、はい、でまあでも僕的にはいい傾向やなと思ってるけど、はい、だんだんその最初1時間飲みに行ってなんかこう 3,4 時間になり、はい、5時間になり、はい、でしまいには朝4時5時ぐらいに帰ってきたりとかしてたんよ、はい、で奥さんはめちゃくちゃお酒弱くてさ、はい、ほろ酔いも一口二口で顔真っ赤かなんねんけど、はい、いやどうしたらそんな時間長時間飲めんねんっていうぐらい長い時間飲みに行ってない、はい、ってなるとさやっぱあれ浮気しとんちゃうかってちょっと心の中で思い出すようになってさ、はいはい、でもそれをまたその奥さんに告げんのが無理やから、はい、その奥さんが帰ってきたら飲み終わって帰ってきたら3時ぐらいまでかな、はい、3時4時ぐらいまで僕起きて待ってて寝静まったかのように待っててんけど帰ってきたらすぐシャワー入るの、はい、でまあ普通別にな髪の毛なんかどっか匂いついたりとかするからシャワー入ること自体は別に怪しくはないんやけど、はい、そのシャワー入ってる時にこそっとこう洗濯物を見て、はい、その嫁さんのパンティーとかブラとか出して、はい、そのブラの内側つば臭くないかなって匂ったりとか、はい、そのパンティーのこうシミの部分こう匂ってゴム臭くないかなとか、はい、精子の匂いせえへんかなって爪でこう削ぎ落としてさこう舐めてみて精子の味せえへんかなっつって、はい、試して引いたっていう話をね、はい、自分に引いたわ精子やったらどうするつもりやねんと思ったもんな人の精子、うん、あと確かめ舐めて確かめたところで俺味知らんしと思いながら家族の話なるほど、うん、あと、はい、あれやな、まだもう一個あったわなんかその嫁さんがそういつその僕はな携帯はパスワードとかも全部奥さん知ってんのよ、はい、いつ見られてもいい状態になってるというか、はいうん、まあ見てこえへんねんけど、はい、信用やから、はい、で嫁さんのやつがさその定期的にパスワード変えようもん、はい、うんってなるやん、はいで、なんていうの、その携帯とかもその毎回こうその画面をこう下にしてテーブルの上に置いたりするの、はい、こっち側にせえへんというかホップアップ上がってきてもバレへんようにしてるっていう、はい、こうしてるからやっぱこっちもさそのんなんかその見られたらまずい内容を LINE とかで誰かとしとんちゃうかと思って、はい、気になってさ、はい、そのちょっと一回携帯にしてくれと、はい、お願いして、はい、いややとはい、いや俺のやつも見せれるようにしてるやん、はい、いや別にやましいことはないけどそのプライベートな部分やから、はい、友達の LINE であったりとか、はい、まず見られるのが嫌やと、はい、いや過去に俺のこと疑って携帯とか動機とかして内容 LINE 見とったやんとかって言っても、はい、いやそれはあんたが悪いことかしてるだけであって私は別に悪いことしてないと、はい、言い張るからさじゃあだんだんイライラしてきてさちょ分かったと、うん、あの今から2択選べと、はいうん携帯を見せるか携帯の中身 LINE 全部見せるか肛門見せるかどっちか選べって言ったら食い気味に肛門って言って、はいうん、まあそういう話なんですけど肛門ええんやと肛門よりまずいこと絶対 LINE にあるやろととは最後にこれ何の話なんやろうなって自分でも思うねんけど、はい、あの小学校ぐらいの時にさ、はい、あのマンションあの何やろうな廃墟マンションみたいなのがあって、はい、一棟丸々、はい、でそれをたまに友達となんか冒険みたいな感じでまあ今考えたらあかんねんけどその廃墟に忍び込んで
いろいろなんか物あったのよ、そのスケボーとかあったりさ、はい、ジャンプ置いてあったりさ、はい、そのビル一棟の中に宝物があるからそれ探しに行こうやみたいな感じで、で、あの下の階から全部ぐる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 回ってさ、はい、まあ、十何階建てのマンションや、マンションとかビルやねんけどさ、はい、一番ビルで3人ぐらいでってな、はい、で扉鍵開いてるやつもあれば開いてない扉もあんねんけど、はい、一番上の階で扉開いてるやつがパッと開けた瞬間にもう本当にもう殺風景の部屋、真四角の部屋やねんけど、真四角の部屋の一番奥に僕言うたまあ背中向けの状態でな、はい、人が全身裸で入れ墨、はい、体中に背中一面に入れ墨あって、はい、パンチパーマ当ててる人がこうやって座ってたよ、はい、その瞬間にうわっと思って、怖っと思って、はい、怖い人やと思ってこの しかもちょっとこう振り返ってきてるみたいな、はい、うん、こう廃業したらもうバレてしまうっていうぐらいの時にさ、やばいと思って戸を閉めるギリギリの時に振り返ってんけど、綺麗な C カップのついてたおっさんいて、綺麗な C カップ、こう釣り金型のここに膨らみが結構あるタイプ、何の話やろうなっていう、まあこんな感じかな、うん、じゃあこれでちょっとオーディション頼むわ、オーディションは、うん、これでオーディション頼むわ、わかりました、うん、ありがとうございます、うん、浜田マネージャーの苦悩は続く。